皆さんこんにちは、ワナリブルビーチです。今回はプレイステーションのゲーム提督の決断3パープキット、こちらをプレイしていきたいと思います。前回までにまずはハワイ、これを攻略完了しています。その後マレー方面の制圧ということで、いくつかの基地の攻略完了して作戦も完遂したというところです。これから母港に戻りつつですね、次の作戦の下準備をしていきたいと思っています。で、次の作戦なんですけども、フィリピン、ここからですね、マッカーサーを追い出していこうと思います。かなり広範囲に作戦を行っていく必要がありますので、まずは機動部隊、これをハワイ方面から引き上げて一旦トラックに入れます。で、トラックで補充した後ですね、そのままフィリピンへと突入していきます。マレー方面は一旦戦力の回復を行います。ハワイに関しては対アメリカ軍太平洋艦隊の最前線拠点になりますので、航空隊の補充、これを行っています。ただ補充が完了するまでにそれなりに時間がかかるという状況もありますので、しばらくは第4艦隊を駐留させます。ヤマトの第1艦隊は呉に戻ります。では時間を進めていきましょう。フィリピン方面の攻略を進めつつですね、アメリカ軍の太平洋艦隊を駆逐する、壊滅に追い込むと、これはね、継続してやっていきたいと思います。ただ主力の第一艦隊、ここにはヤマトがいますけども、これは呉に戻します、機動部隊第二艦隊もこれはフィリピン方面に投入するということで、しばらく大規模なですね、艦隊行動を行うことがハワイ方面はできないと思いますので、まあ、しっかりとね、基地航空隊を補充してこれで対処をしていきたいと思います。はい、続いて航空機の生産ラインの方をご紹介しておきましょう。給料式の艦船ですね、これはもう、退役させてもいいかなと思いますので、ゼロにします。で、代わりに冷戦の21型、これを増産しておきたいと思います。で、その他救急の艦爆、97の艦航、96の立航、一式立航、推定、このあたりはね、少数ながら作り続けていこうかなというふうに思っています。なので主力の戦闘機は冷戦へとこの後移行していく形になりますね。シンガポール主演に展開しているアメリカ軍の艦隊です、イギリス軍の艦隊ですね、これは駆逐しておきたいと思います。はい、ハワイの航空隊がアメリカ軍の艦隊発見してますね。戦艦4、巡洋3、駆逐艦9、これは基地航空隊を充実させていたおかげで一方的な攻撃ができそうですね。シンガポールの方にもこの後航空隊を補充しているので、そうするとですね、イギリス軍の艦隊、これに対して航空機による攻撃ができるかなと思います。では、イギリス軍のシンガポール周辺に展開していた艦隊、これの殲滅戦を行っていきたいと思います。まあ、すでに、護衛艦は排除済みです。なので残されている敵の戦艦、これをね、仕留めていきたいと思います。戦艦ロイヤルサピグハ、ただ嵐潮が沈められましたね。戦艦ラミリーズ、なのでこのロイヤルサブリンと今攻撃している2隻の戦艦ですね、これを仕留めきれば終わりかなと思います。戦艦は全部で4隻ですね。レゾリューションもいてというところで、戦艦4隻、ロイヤルサブリンもいて、レゾリューションがいてというところなので、この4隻の戦艦を、沈めきれば、いよいよイギリス軍のこのシンガポール近辺で展開している艦隊は壊滅させることができるということだと思います。で、こちらも一応戦艦ハルナを含む戦艦2隻を投入している戦いです。ただ決定的な打撃を与えるのは難しそうなので、最終的にはやっぱり航空機ですかね。艦航艦爆、
このあたりを使って一挙に、イギリス軍の第三艦隊、これを仕留めていきたいと思います。では、シンガポールの航空隊で先ほど艦隊戦を行ったイギリス軍の戦艦部隊ですね。すでに護衛艦はいない状態なので、これに航空機で攻撃を仕掛けていきます。まあ、一方的な戦いできるんじゃないかなと思って、できれば1隻でも2隻でも、仕留めていきたいですよね。はい。というわけで、シンガポールの航空隊をこの後も増強していきます。はい。第9艦隊、高木さんが、先ほど取り逃していた戦艦部隊ですね。イギリス軍の第3艦隊、これを殲滅することに成功しています。そしたらですね、マレ方面の艦隊なんですけども、一度サイゴンあたりまで引きます。シンガポールはですね、敵の基地が近すぎて、空襲を受ける可能性があるんで、まあ、それを避ける意味ではですね、サイゴンあたりまで一旦引いて、そこで戦力を整えたいと思います。では空母をですね、さらに2隻ほど作っていきたいと思います。計画。これは昇格型になりますけども、これも計画。さらにもう1隻、同じく昇格型の防空タイプ。これを正規空母として作っていきます。神格、計画。これを作っておきましょう。あとは護衛用の、まあ、駆逐艦あたりを、用意しておきましょうか。無突き型。これを作っておきます。で、なんとかこのあたりの艦隊戦力が整えられるようになったら、いよいよアメリカとの決戦というところに持っていきたいと思うんですが、それはもう少し先になりそうなので、原油戦力を持ってまずフィリピン、この辺りを攻略して、揚力があればオーストラリア、ここもね、攻略していきたいというふうに思っています。まだまだちょっと先は長そうですね。では、時間を進めます。では、次の作戦に入っていきたいと思います。第2艦隊はですね、機動部隊ですね。機動部隊の第2艦隊なんですけども、トラック基地によってですね、航空機、あと物資、石油、このあたりの補充を行いました。この後は、因縁の地。レイテへと向かってもらいたいというふうに思っています。なので、このレイテに入って、フィリピンの攻略拠点と、いうふうにしていきたいかなと思っています。で、レイテを攻略したらですね、マレー方面を担当していた艦隊でマニラも強襲するということで、一挙にフィリピンの北部、ここの制圧を進めていければいいかなというふうに思っています。ここまでできれば、あとは南下をしていくということになると思いますので、この進行作戦がよりスムーズに進んでいけるんじゃないかなというふうに期待をしています。では、まずは機動部隊がトラックからレイテ、ここに入っていきます。でレイテにはすでに工作員を入れてあります。航空隊はいません。守備隊が37いますが、これは機動部隊の一撃をもって粉砕できるというふうに思っています。では、最後で補給を行っていた第5艦隊ですね。これは、マニラに向けて出撃してもらいます。マニラはここですね。ここになります。ここ。で、機動部隊は、ペリリュー沖を出て、今、レイテに向かっているところです。ここにいますね。もうすでに、航空機による空爆開始できる距離になってますので、この後空爆も行って一気にレイテを踏み潰していきたいというふうに思っています。では、レイテに向けて、航空隊、全機出撃。347機ですね。先ほどご紹介したように、レイテには敵の航空隊は配備されていないというのを確認してますので、この一撃をもって、敵の航空、敵の基地としての機能をね、無力化して、陸戦隊を送り込んで一気に制圧をしていきたいと思います。さらに、
その余力を持って、マニラの攻略、これもね、第5艦隊と合同で行っていければいいかなというふうに思っています。はい。レイテ基地空襲かけています。敵の守備隊も残り10まで打ち減らしましたので、この後は艦隊を突入させて一気にレイテを制圧 していきたいと思います。この当時ってマッカーサーはどこにいたんでしょうね。マニラとかなんですかね。であればマニラもね、強襲、急襲、していければいいのかなというふうに思っています。では、機動部隊ですね。野営に乗じて、陸戦隊をレイテへと上陸させていきます。で、レイテが取れたら先ほどからご紹介している通り、マニラですね。で、ヤマトを含む第一艦隊、主力の戦艦部隊ですが、これは、この後台湾の高雄に入ってもらいます。その後は、フィリピン方面の攻略戦に参加してもらいたいというふうに思っています。ヒトラーから何か話が入ってますね。我が国の技術を提供する。有効に活用してくれ。情報技術力の援助がありましたということです。では、第二艦隊ですね。レイテにとどめを刺していきます。ここも全機出撃して一挙に踏み潰します。はい。レイテの守備隊壊滅させています。これでレイテが取れました。まあ、本来であれば、アメリカ軍の大艦隊をこのレイテで沈める逆レイテ沖海戦を演じてみたかったものではありますけども、アメリカ軍の艦隊はハワイ沖で消息を絶った後、不明と、動向を確認できていないという状況です。では、レイテに入った第二艦隊ですが、これ、このレイテに置いておいても、もったいないところもありますので、この後はマニラ攻撃に参加してもらってマニラも取りたいと思います。では早速ですが第2艦隊からマニラに向けて航空隊を出していきます。レイテには航空隊とか特に補充せずに陸戦隊を少数置いて、守備に当たらせたいと思います。で、このマニラにはですね、アメリカ軍の航空隊が少数ながら展開していたはずなんですけども、数としては多くはないと思うので、マニラの敵基地攻撃、爆撃に専念をしていきたいと思います。はい。航空機4機送しましたが、敵の守備隊を40まで打ち減らしています。やはりマッカーサーがこのマニラの司令でしたね。なので、このマニラに対して、この後は突貫攻撃を仕掛けていきたいと思います。では、三度マニラに攻撃を仕掛けていきます。航空隊を伴った最終総攻撃という位置づけです。マッカーサー、これをね、このフィリピンマニラから追い落としていきたいというふうに思います。すでに陸戦隊は上陸して、レイテ中心部に向かって進行中です。これを支援する形で、航空隊340機、機動部隊から発艦済みです。まあ、この機動部隊からのね、航空機による爆撃で、敵の守備隊は壊滅できるかなと思います。少数ながら、アメリカ軍の航空隊、守備隊ですね、これがいますが、こちらも冷戦21型を護衛として複数機つけてますので十分に対応できるかなというふうに思っています。
はい。で、最後は陸戦隊が敵の守備隊を攻撃して、壊滅させています。マッカーサーのいるマニラ、攻略完了です。はい。というわけで今回はハワイを攻撃した後、レイテとマニラというね、フィリピンの大きな2つの拠点、これの攻略に成功をしています。この後は先ほど来お話している通りですね、フィリピンの南部、ここの攻略を行ってオーストラリア制圧戦、攻略戦、これの足がかりとしていきたいというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきます。話変わりますけど、ハーツ・オブ・アイアン5、なかなか後続の話聞かないですね。これも楽しみにしてます。